AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。まさか戦争、モスクワ大騒ぎ、プーチン官邸周辺で確認された武器、ウクライナのロシア本土攻撃の可能性が高まり、ロシアのプーチン大統領が各滞在官邸の近くに防空ミサイルを配備している。これを目撃したロシア国民の間では、戦争が目の前まで来ていると考えると眠れないという声が出てくるなど不安が広がっている。24日、現地時間、ロシアの独立メディアモスクワタイムズによると、今月に入りロシアの首都モスクワの少なくとも5カ所で防空ミサイル体系が見つかった。特にプーチン大統領の執務室があるクレムリン宮の近くで最も多く確認された。ロシア国防省の建物屋上と近隣2つの地下鉄駅、チミリャーゼフスカヤ・タガンスカヤ、ロシニー・オストロフ国立公園などで短距離防御武器であるパーンチリ S1 とロシア版 THAAD 高高度防衛ミサイルと呼ばれる S400 中長距離用対空ミサイルが配備されている様子がソーシャルメディア SNS を通じて急速に広がった。これだけではなく、プーチン大統領が故郷と呼んで主に滞在しているモスクワ西側郊外周辺のノボオガリョボ官邸、プーチン大統領とその側近が時々立ち寄って余暇を楽しむバルダイ官邸の近くにもそれぞれ防空ミサイルが目撃された。モスクワの地下鉄駅周辺で防空ミサイルを見つけたある地域住民は、モスクワタイムズとのインタビューで、初めてこの消息を聞いた時はフェイクニュースではないかと考えたとし、ところが家のバルコニーから防空ミサイルを目にして驚き、睡眠をまともに取ることができなかったと吐露した。ロシニー・オストロフ国立公園の近くに住んでいる住民も、みんな不安に思っているとし、戦線が拡大しているのは明らかだが、政府から何の情報もなく腹が立つと同志に話した。このような状況に関連し、クレムリン宮のドミトリー・ペスコフ報道官は20日の記者会見で、ウクライナの攻撃に備えて政府が防空ミサイルを配備したのかという質問に、国防省に問い合わせてほしいとして即答を避けた。不審な動きのはモスクワを中心にした防空ミサイルの配備だけではない。ロシア国防省は21日、モスクワ一帯に軍人150人を動員してウクライナ軍の空襲に備えた撃退訓練をした。これに関連して、政府側志向のロシアジャーナリストのアレクサンダー・チョーク氏は、ロシア指導部はモスクワを狙った攻撃は時間の問題だということをすでに知っていると主張した。これに先立ってウクライナ軍は昨年12月から攻撃用無人機ドローンでロシア本土の軍事施設を打撃し始めた。ウクライナ軍ドローンは国境から約400から700キロ離れたロシア・リャザン州のディャギレゴ基地、サラトフ州のエンゲルス2基地などに浸透して攻撃した。特にディャギレゴ基地の場合、モスクワから200キロも離れていない。このためにモスクワも攻撃目標リストの中に入るのではないかとの懸念が提起された。こうした中、ウクライナ軍はドローン攻撃を拡大する兆しだ。ウクライナの防衛産業企業ウクロボロンプロムが開発して先月最終試験飛行まで終えたドローンの場合、 75kg の重さの弾頭を乗せて最大 1000km まで飛行することができる。ウクライナの首都キーウからモスクワまでの距離が約 700km なので、ロシアの心臓部を狙うことができるというのがウクライナ軍の判断だ。そのためウクライナ軍が実戦配備を急いでいるという話が出ている。ロシア軍事専門家のユーリ・フェドロフ氏は、ウクライナはもうモスクワに到達できるドローンを製作する技術を有しているとし、このような状況でモスクワ市内に防空ミサイルを配備したことは、ドローンがモスクワに来る前にまともに迎撃できないロシア防空網の穴を如実に示していると話した。ところで米国はウクライナが直接開発した武器でロシア本土を攻撃するのは反対しないとみられる。これに関連して米国のロイド・オースティン国防長官は、米国はウクライナが自らの能力を開発することを邪魔しないと最近明らかにした。一部ではロシアが防空ミサイルをこれ見よがしに配備したのはロシアの過度な宣伝という分析も出ている。米国戦争研究所 ISW は、人口が密集した都市地域に防空ミサイルを目に見えるように配備したのはウクライナがロシアの心臓部を威嚇するだろうと描写することとしながら、
これを通じてロシア国民を扇動して追加動員令などのような支援を受けるための戦略かもしれないと分析した。戦車供与、地上戦激化へ、ロシア反発、背景に独ソ戦、ウクライナ侵攻。ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、米国とドイツが主力戦車を供与すると発表し、西側諸国の兵器支援は新たな段階に入った。ウクライナのゼレンスキー大統領は歓迎する一方、ロシアのプーチン政権は極めて危険な決定、ネチャエフ駐ドイツ大使と反発。多大な死傷者を出している地上戦はさらに激しさを増しそうだ。ロシアのペスコフ大統領報道官は26日、兵器支援は紛争への直接関与と警告。一方で特別軍事作戦という位置づけは変えず、西側諸国との全面戦争を避けたい考えもにじませた。ドイツとロシアは第二次大戦の独ソ戦で史上最悪の地上戦を繰り広げ、市民を含む双方の計約3000万人が死亡。ロシアは19世紀のナポレオン戦争、祖国戦争に続く大祖国戦争と位置づけており、戦車供与をめぐるドイツの慎重姿勢にも影響した。くしくもロシアはウクライナ侵攻の理由について、非武装化、中立化から祖国防衛にすり替えを図り、長期戦に布石を打った。プーチン大統領は18日、80年前のレニングラード包囲戦で多くの欧州諸国が封鎖に参加し罪を犯したと独自の歴史観を披露。今回の侵攻も西側諸国が仕掛けた戦争を終わらせるためだと主張した。一方、主力戦車として最も成功したモデル、エーシンクタンクとされるドイツのレオパルト2を前に、ロシアが最新の兵器で応じられるかは不透明だ。プーチン政権は戦意高揚のプロパガンダ、英国防省を狙い、初の実戦として少数の T-14 主力戦車の展開を検討中とされている。ただ、英国防省は25日の戦況報告で、T-14 の不十分な状態を理由にロシアは投入に迷いがあるようだと分析した。東部ドネツク州では激しい攻防が続く中、ロシアの頼みの綱は民間軍事会社ワグネルだ。戦車戦ではなく捨て身の突撃作戦で、重要拠点バフムト近郊の製塩業の町ソレダルを制圧した。独立系メディアによると、元受刑者の戦闘員約5万人のうち残る兵力は約1万人とされ、人的損害は甚大だ。米 CNN テレビは24日、ロシアが20万人の追加動員を検討中だと報じた。ペスコフ氏は否定に追われたが、人数が伏せられた昨年9月の動員令が今も有効だという見解を表明している。独戦車レオパルト2、ウクライナが欲しがる理由。レオパルト2の強みは西側陣営で最も優れた戦車の一つということに加えて、最も広く使用されている戦車の一つだという点にある。現在20カ国ほどで運用されており、いくつかの国が保有分の一部をウクライナ支援に回すことが可能だ。単一のモデルを大量に運用すれば、ウクライナにとっては乗員の訓練や保守管理がしやすくなる。レオパルト2は1978年に製造が始まり、累計生産台数は3500両余りに上る。ドイツのクラウス・マッファイ・ベクマンとラインメタルが共同生産し、重量60トン強、口径120ミリの滑降砲を備え、最大射程距離は 5km。 カナダ、デンマーク、フィンランド、オランダ、ノルウェー、オーストリア、ポーランド、スペイン、スウェーデン、トルコなどで運用されている。レオパルトには広く運用されているが、旧ソ連崩壊後に多くの国が軍隊の規模を大幅に縮小したため、欧米のほとんどの国では戦車や重火器が不足している。ドイツの軍事専門家カール・シュルツ氏によると、ドイツは冷戦が最も激しかった時期に主力戦闘用戦車を約4000両保有していたが、現在保有するレオパルト2は約350両。またレオパルト2をすぐに大量に購入することは不可能だ。ドイツの防衛産業は法律によって在庫維持のための生産を禁じられている。通常新しい戦車を発注する国は納入までに3年待つ覚悟が必要だ。仮に生産が拡大されても、最初の出荷まで少なくとも2年かかると専門家は見ている。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。
少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。